年を取ったなとか、そういう思いもあんまりなくて、あっという間の20年って感じですね。なんでやってんだろうなというのが正直なところで、その割にはなんかいつも新しいことやりたくてしょうがないっていうのと、一方ではものすごく普遍的なものをずっと作っていたいなと、その辺の狭間がいつも僕と音楽との関わりを作ってるんじゃないかなと思ってます。多分それはYMOの頃からあまり変わってないような気がします。つい君に胸キュンと言われがちですが、恐ろしいプロモーションビデオを見るたびにですね、あれは好きでやってたのかやる気がなくてやってたのかがよくわからないという、君に胸キュンが一番好きだななんていうのはあまり出てこないですね。強いて自分で思い出深く挙げるならキューとキーっていう感じですね。やってる時は息を止めながらブレーキとアクセル同時に踏んでるみたいな、そういう複雑な心境で続けていたバンドなんで、世の中のマスというもののこう怖さとか、その中にさらされる自分たちの恥ずかしさとか、なんかそういうものを含めて、試練の場だったと思います。でも楽しかったかな。僕の中では、一応終わっていることというイメージはありますね。昔3回って言って再生して今度解散っていうのはまだ言ってないんで、そうするとまだ続いてるのかなっていう気もするんですけども、3人が生きてるうちは何らかのきっとしがらみがあるのかもしれないと、そんな気もちょっとはしてます。細野さん、坂本くん、お元気でしょうか。お二人ともすれ違いが多くてあまりお会いできませんが、作品はその都度聞かせていただいております。いつも期待していますので、これからも常に一番とんがったところで、やっていただきたいと思います。